37が日本テレビの10月期新ドラマ、セクシー田中さん、日曜 50.30 で主演を務める、ゴールデンプライム帯連続ドラマでの主演は初めて、芦原ひな越しの同名漫画が原作で、仕事は優秀ながら地味な OL 髪、は超セクシーなベリーダンサーという裏の顔を持つ物語。みんなそれぞれ、自分の道を歩いていいんだと背中を押してもらえるドラマです、と語った。作品の大きな魅力は激しいベリーダンスで、木南は現在レッスンを受講中。これまでベリーダンスを踊った経験はなく、何その動き、と驚きながら練習しているという。視聴者をどんな踊りで魅了するのか注目だ。